前から見てくれてる方も薄々気づいてるかもしれないんですけども、実は太ったんです。始まりました。少量チャンネル、翔太です。りょうです。少量です。今日は何を撮るかというと、ほいダイエットをしようと思います。いやー、もう最初から多分少量チャンネルを見てくれてる方たちとかもね、中にはいるかもしれないですけど、その時に比べてまあ太った、もうそれはもうね、動画とか見たらわかると思うんだけど、今ねめっちゃ太ったんですよね。まあでも、ああそうだね、そうそう、だから一緒にね、もうそろそろ痩せたいなーとか思っててね、やろうと思います。終了。何するの？まずね、なぜここまで太ったかっていうのをお伝えすればいいかなと思うんですけど、まず僕の特技が食べること。はい、大食い、はい大食いってことは、まあ噛まずむしろもう飲む、って感じなんですけど、それとあとは水をあまり飲まない、そう、よくこんぐらいは飲んだ方がいいよみたいな水の量とかってあるじゃないですか、俺ほとんど飲まない、きっと、とかあとはお酒とかは絶対あるのでちょっとね、昔の翔太に戻りたいなと思って、年も重ねてくるとさ、なかなか痩せづらくもなってくるじゃない、だからもう気持ちいい感じで年取っていきたいなと思ってます。ひょにょ、昔の写真多分ね見せると、まあこんな感じなんだけども、まあ痩せてるよね。痩せてるね俺も痩せてるね、なのでちょっと、はい、痩せようと思います。はい、はい、どういう風にするかというと、まあまず水をたくさん飲む、大事でしょ。で次は、ハンズクラップ、はい、僕らもやったことあるんですけど、それを毎日、どうしようかな。確かあれさ、2週間で10キロ痩せる体操なんだよね。ダンスなんだよね、本当はね。そうだから、まあ2週間30分バージョンをやります。バージョン、はい、あとは、まあ食生活とかをちょっと直していって、野菜メインにしてっていう感じで、2週間後にまた体重を測定して、どう変化したのかまた撮りたいと思います。はい、そしたら姉だな、はい、まず今の体重を公開しないといけないのではないでしょうか。いや、さっきねさっきね体重計を乗ったんですけど、思った以上に本当に増えててびっくりした本当に見たくないなこれね。俺もびっくりするくらい増えてた。本当に俺人生のマックスで今体重がめちゃくちゃある。測りましょう。測りましょう。測りたいと思います。さあ、というわけで体重を測っていこうと思います。公開処刑でございます。いいよ。はい、じゃあ乗りたいと思います。ほい。出ました。 83.1 キロ。いや、ちょっとね、あの言い訳させてほしいんだけど、あのまあもともと鍛えてた時期とかもあって、筋肉量とかもあるかなと思ってるんだけど、まあでもちょっとそれにしてもちょっとありすぎるかな。確かにね、なのでまあどうしようかな、2週間
でもさ、2週間でしょ、うん、5キロ行ったらさ、うん、結構頑張ったんじゃない？そうだよね。うん。うん。私、今日はめっちゃ食べてます。うん。はい、めっちゃ言い訳するじゃん。はい。なので、まあ、この2週間、2週間後にね、うん、2週間後の金曜日か、うん、にまた動画上げるので、その時に、うん、まあ、どんぐらいなってるかをちょっと楽しみに待っててください。はい。まあ、あくまでこれはあの、うん、僕の場やるのであんまりその真似はしないでほしいのと、まあ、健康的にやっていく予定なので安心してください。なのであの楽しみに待っててください。少量って言ってるだろ。はい、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思いますが、はい、2週間後楽しみにしててください。はい、まあ、僕も多少一緒に頑張りたいと思います。はい。お酒減らそうかな。あ、そう、お酒、ごめん、お酒も減らします。うん、はい、頑張ろう。はい、楽しみに待っててください。はい、というわけで、はい、今回のこの動画が気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。